おがえりチャンネル。大阪出身シンガーソングライター、漢字の小川にカタカナの演じ、小川愛理です。いやスキー合宿2日目でございます。本日2月28日ですね。前回からちょっとまだ日も空いてないので、ちょっとこれは期待ができるんじゃないでしょうか。もうちょっと暴言をね、極めて、そして方向転換が前回あんまりできなかったので、ちょっとできるようになりたいんですけど、ポイントはちょっとやっぱ膝ですね。膝です。やっぱ膝がね、膝です。そう、皆さんね、多分おのおの癖があると思うんですけど、私は左膝があんま曲がんなくて、その硬いんですよね。そうちょっと癖が強い。そうほんで右はシュッて曲がれるけど、左に曲がりづらいっていう癖が前回発覚しましたので、ちょっとそこを重点的にね、はい。ちなみに暴言の後は何になるんですか？シュテムターン。そこまでいけるかな。プループターンっていうのもあるんですね。プループターン。プルークターン。何も合ってないやん。プルークターンや、ね、そうプルークターンってのもある。おお、どんな感じなの？徐々に狭くしてる。ステムターンはこうやっていくんだけど。あー、かっこいいやつや。こう回ってまっすぐ、回ってまっすぐって言って、プルークターン。これはあの新しめの競歩にやってます。まあ、どっちでも大丈夫です。ちょっとできるかな。じゃあ、まあとりあえず暴言をやりつつ、ちょっとその辺もできたらなと思っております。今日はもうちょっとスノボ舞台もいますからね。誰か分からない。そうそう、今日ね、スノボ自慢のやつ、あの友人なんですけれども、今日来てくれました。スノボどうなん、滑れんの？結構全然滑らない。頑張ります。よし、頑張ろう。ということで、こんな感じで池の平スキー場頑張ってきます。イエーイ。ということで、本日もう1回来ました。スキー2回目ということで、今日はさらに快晴でございます。むちゃくちゃ綺麗ということでですね、2回目どうなるんでしょうかね。うまいこと滑れるんでしょうか。暴言は果たしてもうちょっと上手くなるのか、いろいろドキドキしますけれども、筋肉痛も怖いですけどね、頑張っていきたいと思います。へいへい。いけてる。どうした？イメージトレーニング良かったか？いや、前回よりどこじゃなくって全然いいよ。さあ、いいじゃん、それでいいんだよ。そうまだ、はい、そう。
イエーイ。運動神経ゼロの側がどこまで滑れるようになるのか2日目でございましたが、いやどうでしょうかね。1日目は初心者、おお、うん、今日は初級の中、中わあ、中中いただきました、中いただきました、わあ。いやでも滑れるようになると楽しいですよ。楽しい上に体が楽、うんうん、なんか疲れもね。1日目は本当にもうなんかこの世の終わりみたいな疲れやったんですよ。そうそうそう、今まだ全然もう1回ぐらい滑れますもん。おおいいでいいで、もう1回ぐらい滑れる。いやでもね、意外とねこうやって練習するの大事ですね。そう、練習が大事、大事、うん、フルークは基本中の基本だから。フルーク、フルークボーク、ああ、これね、うん、あの足開くのフルークなんです。フルークボーゲン、フルークボーゲン、まあそれがまあできるようになった。そうだね、うん、おおむねできるようになったかと思われます。ということでですね、まだまだ、スノースポーツね挑戦していきたいと思いますので、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ということでまたまた、あとイメージトレーニングしてね。そうだね、やっぱイメージトレ大事、が良かったね。だから朝良かったもんね。そうなんですよ、うん、朝なんか最初ね1日目全然できなくてイメトレをねしてたので、ぜひ皆さんもイメトレをして。そう、あとニャン、あ、ニャンはダメなんですね。なんかかっこいい持ち方があるんですって。なんかこうバレーボール入ってるみたいな感じでスティックを持つといいらしいですけどね。ということで、今後も頑張ってまいりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。